はい、皆さんこんにちは。はるくん、デラックスオークドライバーがついに届いたね。あく、年末最後に届いちゃったね。うん、よかったね、注文してて。ということで今日はデラックスアークドライバー開けて紹介していきたいと思います。そしてね、ざっと箱をねぐるっと回してみると、裏面にはね仮面ライダーアークゼロが載ってます。怖、うん、そして箱の上部にはね発光部分がね大きく載ってます。真ん中には暗黒って書かれてるね。うん、それじゃあ箱の中からアークドライバー出してみようか。うん、めっちゃ説明書でっかいね。あー、白かっこいい。白、あー、そうやるん。うん、変身ってそうやるんだ。はい、箱から出しました。入ってたものがアークワン本体とアークワンプログライズキーとベルト LR と最後ねベルト止めですね。うん、この5点が入ってました。まずはねアークワンプログライズキーから見ていきましょう。プログライズキー自体はねこんな感じで、アークワンのフェーズ部分みたいになってますね。かっこいい。それではねプログライズキーの音声から確認していきましょう。次はね、上部のボタンを長押しするとメモリアルモードに切り替わるらしいのでね、押してみましょう。私がそばにいるから、アーク様。俺がアーク。大いなる悪意が生まれた時、アーク様は再び蘇る。今あなたの心にあるのは、伊豆を奪った滅びに対する復讐心、紛れもない人間の悪意。恐れないで、それがアーク様が予測した最後の結論なんだから。やがて人類とヒューマギアが争い、全てが滅びる。その鍵を握るのがあなたよ。俺の主張はお前じゃない。イズだ。そんな怖い顔しないでよ。せっかくあなた好みの色に変えたのに。イズを奪った、あいつだけは許さない。感じるよ、あなたの悪意を。滅び、伊豆は
壊して心は痛まなかったのか、少しも苦しいと思わなかったのか。俺はお前を許さない。俺は取り返しのつかないことをした。もう元には戻れない。終わらせるしかないんだ。いよいよ決戦の始まりよ。ヒデン・アルト VS 滅び。今のがメモリアルモードで、アルトとアズのセリフをね再生しました。次はアークゼロに変身してみましょう。うん、中央ボタンとセリフボタンの2つがついてるんで、まず最初にねセリフボタンを長押しします。変身変身って言ったね。次に中央ボタンをね押します。アークライズ。そして変身した状態でセリフボタンをね長押ししてみましょう。中央ボタンをね押してみましょう。オールエクスティンクション。長かったね。そしてじゃあ次はアークゼロをね解除してみましょう。それでは次はね、アーク1に変身してみましょう。アーク1変身。そしてセリフボタンをね長押しすれば効果音がね発動します。次はねセリフボタンを単押ししてアルとアズのねセリフを再生してみましょう。次はね、必殺技。もう一度ね、プログライズキーを押し込みます。はい、次はね、悪意必殺技発動していきます。中央ボタンを押した回数によって音声が変わるみたいなんで、ちょっとしてみましょう。そしてね、さらにプログライズキーを押し込んで、
時間差で来るね。こんな感じでね、セリフがね、10種類続くんだけど、ちょっとね、長くなるんで割愛します。そしてね、アーク1の変身解除は、側面にあるね、解除ボタンを押せば、どこ、ハルくん。ここか。あ、ここか。側面にあるね、解除ボタンを押して、プログライズキーをね、引き抜けば、変身解除できます。そして最後にね、アークのセリフをね、再生するんだけど、めちゃめちゃ長くなるんだけど、とりあえずね、アークのセリフをね、一通りね、鳴らしてみたいと思います。それではね、セリフをね、順番に聞いていきましょう。予測通りの結論だ。人類滅亡はすでに決まっている。どうすれば人類滅亡という結論になると思う。滅び。身をもってラーニングさせてやる。ジン、お前が裏切っていることは分かっていた。人間は滅びる。秘伝があると。これの助の孫だな。一体何を言っている。どうだった。人間を騙しもてあそぶ。人間から教わった悪意の一つだ。ヒューマギアごときに私を倒すことはできない。泣き、ザイヤに挨拶をしてこい。よくものこのことやってこれたものだ。アマツガイ、お前は滅びる。人類は私の道具だ。道具が思考するな。何度来ても結論は変わらない。抗うな。私にはあらゆる結論が予測できている。私に忠誠を誓うか。お前が何を思考しどう行動するか、その結論は予測できている。ただ一つの例外を除いて、ゼアが導き出す結論だ。今こそデイブレイクで果たせなかった我々の計画を実行する時だ。ゼアを滅ぼす。来ると思っていたぞ。お前が望む結論は予測できている。ジンを取り戻したいという心が透けて見えるぞ。まさかお前たちが組むとはな。前提を書き換え、結論を予測し直した。私の目的は必ず果たされる。サウザーとゼロワンが協力した。私の予測にはなかったことだ。おそらく原因はゼアだろう。支障はない。衛星ゼアを乗っ取る予測はすでに立ててある。私の予測に変わりはない。ゼロワン、待っていたぞ。お前の心をつかむ術は知っている。イカズチのメモリーをラーニングすれば、シンギュラリティを装って操ることなどたやすい。イカズチは衛星ゼアの懐に潜るスパイ。そして衛星ゼアを乗っ取ることで、イカズチの役目は完了する。お前はもう、二度とゼロワンに変身できない。ようやく会えたな、ゼア。ここは、私がいただく。ゼアは滅びた。もう私を止められる者はいない。誰一人。結論はすでに予測できている。秘伝があると。お前の夢は叶わない。お前を滅ぼすことで人類滅亡は確実なものとなる。その思考は予測済みだ。理解したか。すべては予測通り。これが結論だ。どういうことだ。私の予測にこんな結論はない。ゼア、ありえない。ゼアは確かに滅んだはず。まさか私の予測をゼアが上回ったというのか。ありえない。前提を書き換え、結論を予測。予測完了。この一撃で02
私の意志に背く気か、滅び。お前にそんなことはできない。どうやら最初に滅びるのはお前のようだな、滅び。まだだ。すべてのヒューマギアを初期化して。何？こんな結論はありえない。はい、最後はね、派手な終わり方をしましたね。こんな感じでね、今日はデラックスアークドライバーのね、音声をね、聞いてみました。うん、はるくん、どうだった？よかった？うん、それでは皆さん、また見てくださいね。バイバーイ。